沖は日本海軍の解剖艦。普遍的にはエトロフ型解剖艦の4番艦とされているが、海軍省が定めた公式例別では占い、守る型解剖艦の8番艦。解剖艦沖は日本海軍が浦賀選挙で建造した高型解剖艦。1943年3月28日に竣工すると第2海上護衛隊に編入され、 横須賀トラック白地間の船団護衛任務に従事した。1944年7月上旬のサイパン島玉砕により、第2海上護衛隊が解体されると、横須賀陳述部隊に所属して、小笠原諸島方面の船団護衛任務に従事した。11月21日、米潜水艦の雷撃を受けて損傷し、完全部を喪失する。 1945年3月まで横須賀で修理を行った。3月5日、第1護衛艦隊の第103戦隊に編入され、航海朝鮮半島方面で護衛任務に従事した。太平洋戦争を生き延びて、戦後は福音輸送に従事した。賠償艦として中華民国に引き渡されて、片安と解明。国境内戦で、 中国人民解放軍に露隔され、中次郎と再解明され、中国人民解放軍海軍に所属して1982年まで現役だった。マル計画の解剖観光型、第3 1 5号艦型の4番艦、歌唱艦名第313号艦として計画。1942年2月27日、浦賀選挙で、建造番号512番線として寄港。 8月20日、沖と命名。本席を、佐世保鎮守府と仮定され、占い守る型解剖艦の8番艦に定められる。10月20日、浸水。1943年3月28日、沖は巡航した。本席を、佐世保鎮守府に定められる。第4艦隊霊下の第2海上を護衛隊に、編入される。軍隊区分においては、 内南洋方面部隊護衛部隊に配される。1943年4月20日、トラック行き船団を護衛し、横須賀を出発した。30日、トラック白地に到着する。以後、1944年3月まで、トラック横須賀間の護衛に従事。8月27日、4827船団を護衛しトラック発。9月3日夜。 三宅島南東 60km 北緯33度43分、時計140度00分、北緯33.717度時計140.000度、33.717140.000の地点で、タゴの裏丸がアメリカ潜水艦の雷撃により沈没する。沖はタゴの裏丸の生存者を収容した。9月4日、横須賀秋。 以降の9月中の行動は不明。11月2日、駆逐艦雷と共に4102船団を護衛し、トラック発。5日、海軍徴用船日吉丸が、船団に合流したところで船団を2つには勝ち、沖は木の傘丸を、雷は日吉丸をそれぞれ護衛しおの尾の横須賀へ向かう。8日、横須賀機。14日、3115を護衛し、 横須賀を出発する。公開中の11月15日、日本海軍は海上護衛装司令部を新編する。南西方面艦隊霊下の第1海上護衛隊と第4艦隊霊下の第2海上護衛隊も海上護衛装司令部霊下となった。19日、アメリカ潜水艦デイスが第3115船団に直接し、平安丸を狙った。船団指揮下により、 敵潜水艦撃滅の命令が下り、沖は対戦戦闘を行う。北緯22度15分統計148度20分、北緯22.250度統計148.333度、22.250148.333の地点で爆雷戦を行い爆雷22個消耗。敵潜水艦より魚雷3本を撃ち込まれたが回避したという。 デイスによる船団への被害はなかったが、大きもデイスを仕留められなかった。23日、トラック機。25日、4125船団を護衛し、トラック発。12月10日、横須賀機。12月11日、3211港船団を護衛し横須賀発。道中で箱崎丸が落語したため、大竹山丸を引き続き護衛し、20日トラック機。 21日0午18時、駆逐艦天切が護衛していた特設運送船、寺志川丸がアメリカ潜水艦の魚雷攻撃を受けて航行不能となる。第二水雷戦隊司令官、早川美木夫少将を指揮官とする小川丸級軟隊が編成され、トラック白地を出撃する。また対戦相当のため駆逐艦万長が第二海上護衛隊の指揮下に入る。 トラックに在泊していた沖は1200時にトラックを発止対戦相当に向かう。沖は満潮駆逐艦長の指揮下に入り、相当隊として行動した。2020時、昇華丸は沈没した。2100時、現場に到着して対戦相当を開始。相当隊は、昇華は丸沈没後も相当を行うが手がかりを得られず、23日になって、 対戦相当を打ち切った。沖は落語していた3211、高船団箱崎丸の護衛に向かう。24日、箱崎丸を伴って、トラック機。27日、第46号小海底とともに4227船団を護衛しトラック発。30日、北緯16度25分、統計146度00、分。 北緯1 6 2 4日7度統計146.000度16.2417146.000の地点で潜水艦を探知し爆雷戦を行う1月5日横須賀機ここで杉山は駆逐観察機関長に転任した1944年1月20日3120船団を越えし横須賀発2月4日トラック機 同地で水上規模艦秋津島の護衛を任される。2月8日、秋津島と沖はトラック白地を出撃、東カロリン諸島ポナペ島に陸兵を移送し、2月11日にトラック白地へ戻った。トラック島空襲直前の13日、沖は4212船団を解剖艦万寿第31号区選定と護衛し、トラックを出発した。27日、 4212戦乱部隊は横須賀に到着した。3月1日、3301航戦乱を万寿と共に護衛し横須賀発。3月4日、父島二見港に寄港して特設総海艇第八拓南丸を護衛に加える。5日、3301航戦乱は東松1号航戦乱の指定を受ける。同日、父島発。日、 トラック機。17日、菊生丸戦団を護衛しトラック発。24日、サイパンに一旦帰港し、横須賀に向け同日出港。27日、横須賀機。3月から5月までの間に、横須賀防備戦隊作戦指揮か、軍隊区分母直接護衛部隊に編入されたが、日付は不明。1944年3月、日本軍は、 中部太平洋方面に対する陸軍部隊と資材の緊急輸送作戦を行うことになり、これを松輸送と呼称した。3月31日、横浜に開港。東松4号船団と合流、船団司令官、清田孝彦少将の機関は白津湯型駆逐艦、サミダレであった。東松4号船団は、松輸送の中で最大の規模であり、サイパン島、グアム島、 トラック島、ヤップ島などへの兵士と資材の輸送を目的としていた。4月1日戦時、エトルフ型解剖艦アマクサ、第2号解剖艦と共に、戦団の前時相当のため戦団本体より1時間、早く木更津を出発し、戦団が、裏が東水道を出たところで戦団に合流した。翌日より、東松4号戦団部隊は、アメリカ潜水艦、 ガジョンとサンドラスに接触された。3日午後、陸軍徴用戦統制丸がアメリカ潜水艦の来撃により沈没した。駆逐艦朝艦に解剖艦は現場に残り対戦制圧に従事する。4日になり、船団に合同した。同日夜、東松4号船団前方に潜水艦を探知したため、両艦福江、ミクラと共に爆雷戦を行う。 6日、機関故障のため一時船団から落語。8日、未明、アメリカ潜水艦トリガーは東松4号船団に直接し、機関サミダレに魚雷を発射した。雷撃を回避したサミダレは、反撃に転じ、沖や浅薙も対戦相当に加わった。日本側は海面に湧き上がった油を確認して、撃沈確実と記録したが、トリガーは損傷しつつ生き延びていた。 当初、沖はパラオ行き船団の護衛に割り当てられていたが、ここまでの度重なる爆雷戦により、爆雷の残量が少なくなったため、サイパン止め船団の護衛に変更された。沖の代わりとして、第3号解剖官がサイパン止め船団の護衛からパラオ行き船団の護衛に割り当てられた。9日、夕国。 海軍徴用船みまさか丸は、アメリカ潜水艦シーホースの雷撃により大破、栄光中に沈没した。対戦相当中に、朝蘭が爆雷を使い果たしたため、沖と朝蘭が戦団を共同して、サイパンへ向かい、2400次イパン機。入港後爆雷を補給して、遭難地点へ向かう。サミダレと、海防艦は、対戦相当を行った。11日まで、 対戦相当に10時。15日、東松4号復興船団を護衛し再イ発。同日、潜水艦を探知し爆雷船を行う。20日、火事故障のため落語した白鵬丸を護衛するため一時船団から離れる。同日、爆雷船を行う。23日、船団は機関故障のため父島に開港した加古川丸と同船に同行した。 護衛艦,艦艇2隻を除き、船団は東京に、護衛艦艇,艇は横須賀にそれぞれ到着。5月4日、沖は駆逐艦朝蘭や水月島と共に3503船団を護衛し、立山を出発した。5月10日、第3503船団部隊をアメリカ潜水艦タンバーが襲撃する。喜び陽丸が光なりして損傷、護衛艦艇,艇は、 対戦攻撃を行った。14日、テニアン島西方北緯14度57分統計144度58分、北緯1 4 9五0度統計144.967度、1 4 9百0 1 4 4 9 6 7の地点で、サイパン行き船団と分かれ、2隻を、沖、大鳥、特設区船艇第8小南丸で護衛し、グアムへ向かう。同日、 北緯13度43分統計144度42分、北緯13.717度統計144.700度、1 3 7 1 7十4 4 7 0 0の地点で、アメリカ潜水艦の来撃で候補丸が、平井沈没した。沖は、爆雷船と遭難者の救助を行う。5月20日、東松八号復興船団を護衛し再パン発。 26日、東京九1944年6月6日、3606、船団を護衛し横浜発。第3護衛船団司令官の門前家内少将は、駆逐艦昇風に、正気を掲げた。この第3606船団が、裁判党向け最後の船団であった。8日、新六丸が、機関故障を起こし護衛艦一席を伏されて反転。続いて、 杉山丸がアメリカ潜水艦の雷撃で損傷した。沖は対戦制圧を実施、また新六丸を八丈島まで護衛した。9日午前4時、今度は戦団機関の松風がアメリカマイ潜水艦ソードフィッシュに雷撃され、合沈した。門前少将を含めた数が戦死、残戦団は七島に向かった。6月11日、米軍機動部隊は、 マリアナ諸島に来襲して空襲を行う。サイパン島周辺の情勢や敵機動部隊の活動を考慮して、船団のサイパン島行は中止され、父島で船団の再編が行われた。14日、ミホ穂丸船団を護衛し父島発。15日、再びアメリカ潜水艦、ソードフィッシュの来撃により甘い小丸が沈没する。また豊川丸が、 浮上潜水艦を体当たりによって撃沈した。17日、美穂丸船団は東京湾に到着した。沖は母直接護衛部隊編入を解かれ、公直接護衛部隊に編入。サイパン地上戦の経過を鑑み、小笠原諸島の戦略的価値が重要視されるようになった。また、B-29 溶撃のため、硫黄島の防備強化を起とした。七月三日、 3701戦乱を護衛し、立山発。4日、八丈島機。6日、戦乱を護衛し、八丈島発。8日、七島機。10日、4710戦乱を護衛し、七島発。14日、横須賀機。同年7月上旬、サイパン島地上戦における日本軍守備隊玉砕時に、第二海上護衛隊司令部は全滅し、 7月18日府で第2海上護衛隊は解体された。沖は横須賀鎮守府横須賀防備船隊に編入される。駅務を佐世保鎮守府警備解剖官に定められる。22日3720戦団を護衛し、立山発。26日父島機。29日4729戦団を護衛し、父島発。8月2日。 横須賀機。米軍機動部隊は8月4日から5日にかけて、小笠原諸島に来襲し、同方面の日本軍の航空兵力や船舶は大きな被害を受けた。この被害を補充するため、横須賀鎮守府は、京準第18駆逐隊、沖第105号解剖艦による緊急輸送作戦を実施した。8月10日、沖は、 第105号特設輸送艦を護衛し横須賀発。13日、父島機。同日、4813戦団を護衛し、父島発。16日、横須賀機。8月19日から9月1日まで横須賀海軍交渉で修理を行う。起き修理中の8月31日から9月2日にかけて、米軍機動部隊は、 小笠原諸島や伊大島に来襲し、空襲や艦砲射撃を行った。また米軍は占領したサイパン島やテニアン島の飛行場を整備し、大型爆撃機による召喚や空襲を行うようになった。潜水艦と航空機による攻撃で、日本軍の輸送船と護衛艦,艦艇に被害が続出した。9月5日、3901船団を護衛し、立山発。6日、 八条島機。7日、3901戦団を護衛し八条島発。10日、父島機。11日、4910落戦団をち取りと、護衛し父島発。同日、父島よりの方位280度130回里の地点で B-24 爆撃機3機の空襲を受け8、サチマルが航行不能となったため。 乗員と便乗者を救助の上同性を砲撃により処分。13日、横須賀期。21日、3920船団を護衛し、立山発。26日、父島期。同日、4926船団を護衛し、父島発。30日、横須賀期。10月11日、3千九9船団を。 第51号区選定と護衛士横須賀発。16日、父島機。19日、4019戦団を護衛し父島発。23日、横須賀に到着し、横須賀海軍交渉で訓練による兵器乾燥工事を行う。11月8日、工事終了。11月13日、3111戦団を護衛し立山発。十六日、 向島列島北の島よりの方位5度、80海りの地点で、キサラギマルが、アメリカ潜水艦スキャバードフィッシュの攻撃を受け、飛来沈没したため、キサラギマルの乗員33名を救助。キサラギマルの乗員を救助後に空襲を受けたが、被害なし。17日、母島機。18日、4118船団を護衛し、母島を出発する。十一日、 戦団は、八丈島よりの方位82度、百獣海りの地点で、再度スキャバードフィッシュの攻撃を受ける。沖は、完全部に光りなりして環境より、前の艦首を喪失した。北海丸は沈没した。同時期、古谷拓央中佐を指揮官とする、大戦相当正体が横須賀を出動し、小笠原方面で、大戦相当に従事していた。オの救援のため、 鳥島沖で対戦相当中の第4号解剖艦と第12号解剖艦らが派遣される。沖は平井を漂流し、消息不明となっていたが、22日に立山海軍航空隊の捜索機により発見され、23日には別任務で出撃していた相当隊の第56号解剖艦に発見された。同日、救援のため派遣された。 解剖官らとも会合し、沖は第12号解剖官に栄光されて、第4号解剖官らの護衛を受け、25日、横須賀期。横須賀海軍交渉に入居し1945年3月まで復旧修理を行う。修理の際、沖の艦首は直線を多用した簡易なものに作り替えられた。 横須賀海軍交渉で修理中の1945年2月26日、沈海警備府作戦指揮下に編入。3月5日、第1護衛艦隊機下の第103戦隊に編入された。9日、立山発。11日に、徳山の第3海軍燃料省で燃料を補給し、12日、文字記。13日、沈海に到着したが、 日94戦団護衛のため鎮海を出港同戦団を津島北方まで護衛し、護衛後の15日、新島に開港し、戦隊機関春月と合流。20日、新島を出港し、ジャカルタ丸を統計133度線まで護衛。21日、下令一戦団を護衛し黒山島沖で対戦争当中のウグルの増援に向かう。 25日まで現地で相当を行い、勝クに向かう。26日、北緯35度18分統計123度15分、北緯35.300度統計123.250度、35.300、123.250付近で、アメリカ潜水艦バラオの攻撃により、第一新東丸が撃沈されたため、第19号区選定とともに、 現場へ向かい対戦相当を行う。28日、北緯34度50分統計122度28分、北緯34.833度統計122.467度、34.833、十2 2 4 6 7付近で、浮上潜水艦の発見報告があり、現場へ向かい対戦相当を行うが適常を得ず。 対戦相当を31日で打ち切りに石間に帰党。4月上旬は、木浦周辺で、対戦相当に十0時。4月14日、第20号総改定とともに、陳太をへ開港のため木浦発。19日、陳太尾を出港しても705戦団第1分団を、大東湾まで護衛。20日も705戦団第2分団を護衛するため、大東湾発。 21日に同分団と合同し、25日に衣しまき。第103戦隊司令官は、正気を春月から沖に渡る挙げし、同日戦団を護衛して、新島発。27日沈下行き。6月2日、二零一戦団を護衛し不山発。戦団が新島に加白したところで沖は、戦団から分離。20日。 タフ船団を護衛し鎮太を発。7月1日、長山具潮木北緯38度06分、統計度36分北緯38.100度,度、百二124.600度、38.100、124.600の地点で、アメリカ潜水艦ハットの攻撃を受け、第1大雲丸、羊猿リ号、新密、正号、 第72号解防艦が平井沈没。沖は爆雷船と遭難者の救助を行い、残された船を富山まで護衛。終戦時は朝鮮半島南部に所在。引き渡しのため執行する直前の沖1945年8月19日、富山で植雷死傷派。23日、佐世保に入港し、修理を行う。26日、 佐世保陳府第一予備解剖官に定められる。11月20日、帝国解剖官席から除かれた。12月1日、第二福音省の会長に伴い、佐世保地方福音局所管の特別輸送官に定められる。1947年1月6日、特別保管官に指定される。8月25日、第三次引渡しのため佐世保を出港し、陳太をへ向かう。 29日に特別輸送艦の定めを解かれ、賠償艦として、太貸で中華民国に引き渡された。中華民国に引き渡し時は、節18号と歌唱されたが、引き渡し後に、片安と命名され、日本海軍の武装を施して、解剖第一艦隊に編入された。手記の状態が悪く行動に難があったとされる。1949年2月、 機関の損傷により鎮島港で停泊中、中国人民解放軍が鎮島に入場し、露隔された。その後、機雷不設艦に改造され、ソ連製の10センチメートル砲3門、37ミリメートル、機銃3門と機雷40個を装備し、長城と命名された。1955年、南海艦隊に編入され、中国東南部沿岸への機雷不設に従事した。 1982年、除籍された。青木九次中佐、1943年2月20日から1943年3月28日。青木九次中佐、解剖艦長1943年3月28日から1943年7月1日。小林日本大尉。 1943年7月1日から1943年8月2日、杉山忠義大尉、小佐、1943年8月2日から1944年1月8日、大内成分小佐、1944年1月8日から1945年2月13日、石川陸夫小佐、 1945年2月13日から1945年6月30日、大上和夫少佐、1945年6月30日から1945年10月8日、以後12月20日まで解剖官庁の発令なし。長倉義春第二副委員官、艦長1945年12月20日から1946年3月5日、森田くじ第二副委員艦、 第2福音事務官、1946年3月5日から、退任年月日不明、無ク田実福音事務官、就任年月日不明から1947年1月20日、以後8月5日まで、官庁の発令なし、大田隆福音事務官、1947年8月5日から1947年8月29日。ありがとうございます。